もしもこんな木があったらっていう根がすごい。あ、もう噛んじゃってますよ。いやもう何が飲み込んじゃってんのかな。15分ほど格闘してますが、格闘してますが、微動だにしません、しません。ここに心拍っぽいものが出てきたんですけど、じゃあ心拍のどこにあんのって話なんですよね。捉えた、捉えた。あ、いきそういきそう、おいきそうですね。お、きた。おはようございます。はい、今日はですね、もしもこんな木があったらっていうちょっと変わった、よくあの園芸店行ってすごい木があったりすると思うんですけど、はい、そんな木をもし目の当たりにしたらどうするかっていうのをちょっとやってみたいと思います。全然わかんない。キューさんにも見せてないんですよね。はい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 、とりあえず、うん、じゃあ種明かしをしましょう。はい、もしこんな木があったらって、はい、何があったらっていうのは、うん、もみじと心拍の寄せ植えがあったらっていう、ちょっと持ってきます。はい、あるんです、はい、そういう木が、はい、ちょっと持ってきますね。はい、この動画は盆栽からしたらもったいないでおなじみ YouTube 四代目盆栽からさない塾さんの提供でお送りいたします。 YouTube 四代目盆栽からさない塾さん、北谷さんですね、ありがとうございます。すごいよね、これね。これ何これ。これでかいんですよ。もみじと心拍の寄せ植えです。はい、あのよくこれ園芸店で見かけると思うんです、こういう木が。あ、見るかな。まあ、まあ、嘘でもそう言わないとこの動画成立しないんで。よくこういうのあると思うんですけど、こういうのを見つけた時にどうしようかっていうことですよね。はい、ちょっとね、どういうふうにしてこんな風になったのかよくわかんないんですけど、うん、まあなんか、主木の挿し枝みたいになってますけど、あ、まあ結論から言うと、ちょっとこれはやっぱり分けたいなと。まあそうですね。うん、もうここくっついちゃってるんで、うんうんうん、癒着はしないと思うんですけど、しちゃったらどうしようかっていうね。そうですね。うん、もみじが多分心拍を飲み込んじゃうような格好になると思って、はあ、そうするとね、ここからスギッパ出ちゃったりとか、もみじから、はい、いろんなことがあるか分かんないです。流しそうになっちゃった。そうだそうだ。今そうそう、反応薄かったですね。はい、笑うとこですか、ね、はい、はい。ということで、まあ、それと、ちょっとその好む土壌が本来違うのかなっていう、まあ、一緒に成長してるこれだって結構もう何年も経ってると思うんで、うん、まあ、本来、もみじっていうのは、まあ、赤玉単葉でもいいですし、うん、前ちょっとね、ペーハの話しましたけど、まあ、7が中性とすると5から6、赤玉が、うん、で、桐生っていうのはもうちょっと、中性よりの6から7、中性方向近いんですよね。こういう、桐生ですね、桐生が6から、カンマはもっと下行くわけですね。カンマは4とか5とかの強酸化、強酸性になるんで、カンマはだから嫌がるわけですね。どちらかというと、中性に近い方の桐生とか好むのが好きなんで、うん、もみじの方は赤玉単葉、もしくは、まあ、桐生を少し入れて、でこちらは、まあ、桐生多め、あるいは9月で、9月でもね、見ると5から6って言うんですけど、うん、砂はないし多くこっちの方入れて、分けたいなというふうに思います。これはちょっと大きいんで、もったいないんで、対応するにしても作ろうかなと、形を作ってお祭りにお嫁出そうかなって、ええ、これあってもね、困るんで。普通の山もみじですか。うん、だと思うんですけどね。まあ、なかなかね、足元からこう曲もあって、ね、変な話、粘りもなんかこう、あ、面白いような、これすごいですね。ちっちゃくでしたらね、面白そうですけど、うん、相当時間かかるやつですね。うん、だから本当に小さくしたい人はもうここで取っちゃって、これを芯で作っていくっていうのは一つあると思うんですけど、うん、まあ何でもできるように、これが日本ありますから、まあどっちか取ってっていう形でちょっと作ってみたいなと、はい、はい、いうことですね。だからもう今日は、好む土壌に分けると、分けるところです、はい、いう内容ですね。もう買ってきたんですか？これは買ってきました。もう珍しい。買わない。このために、あ、違うか。いやでもね、実はこの心拍これ山木なんです。これが欲しかったんですよ。なんでわかるんですか？これね、もうどっから出たっていうのわかってるんで。あ、出どころが。出どころがわかってるんで、ちょっとだから枯れちゃったりしてるんでね。ちょっと整理して、こっちも少し綺麗にして、ちょっと起こすような格好で植えようと思いますんで。長編になりそうな気持ちを感じしてでしょうか。もうすでに長い。まだ何もしてないですけど、もしこの木が面白いなと思った方はいいねとチャンネル登録をしてください。早い。以上でいいですか？タイミング早すぎる。タイミングが分かってない。これをね、ちょっと
作っていこうと思うんですけど、山もみじがどっちを生かすかですけどね、ここでちょっと行ってここでまっすぐもいいんですけど、こっちで作って少し小さめに作りますかね。はい、ということはこれ抜いちゃうってことですね、ここの変化はこう面白いんで、じゃあこれを抜いちゃいましょう。下の方はあの買う方が遊べるようにとりあえずつけときます。さっき言ったように商品でね、ここら辺で取ってちっちゃく作りたいっていう人は下はなんか使えるかもしれないんで、そうですね、枝としてね、とか素材として買うならいっぱいね、いろんなことできる。そうできるんでね、まあ、ここら辺は少し枝をここら辺抜いて、頭どこにするかですね。これとちょっと高いんでね、ここら辺にして、ちょっとまあ残していながらもこれに切って、はい、なんかそれとなく、ね、あのいいんじゃないですかね。はい、じゃあちょっと植え替えをしていきましょう。はい、とりあえずちょっとぶっといやつを、心拍が先ほど言った山木なんで、多分わかんないですけど砂利とかいっぱい入ってると思うんですよ。だからボロボロって崩れる可能性があって、そこら辺がどうなるかですね。山木ってことはシャリ見なきゃわかんないですかね。わかんないですけどね、ただ出どこはもう分かってるんで、新潟方面なんですけど、どこの山のどこら辺にあったっていうのも分かってる。この辺とか人為的な気もしますけど、ちょっと曲げたんでしょうけどね。この辺は曲げたのか、ちょっと掃除してみて。はい、種が入っちゃったら、うわー、なんだろうね、だけど全然時間経ってるよこれ。ちょっとちっちゃく植えてたのがどんどん大きくなっちゃったのかな。だけどなんかちょっと作った感じもあります。確かに根がすごい、もう噛んじゃってますよ。いやもう根に、飲み込んじゃってんのかな。まずは引っこ抜いて、ちょっと危険な作業かもしれないですけど、でもやがてやらなきゃいけないんでね。そうですね、遅すぎるぐらい。そうですよね、皆さんもこういう木を見つけたら早めに植え替えをした方が見つかったんですよ。すごい例のお笑い動画です。そう、すでにお気づきの方がいらっしゃるかもしれませんけど、はい、じゃん、つけました、缶バッチ。夜なのに夜でも昼間です。夜でも昼間。こっちはね、夜バージョンと昼バージョンで、これは Q さんに手伝ってもらって、はいはい、私があのフォトショップと何ですか、イラストレーターを持ってないんで、でこれはクリップ付きなんで、はい、あのいろいろね、こういうとこつけてもいいじゃないですか。邪魔だな。邪魔だな。お祭りの時とかね。そうですね、あのちょっとね、値段高くなっちゃったんで、あの高くなっちゃったっていうのはえらいお金かかっちゃったんで、キラキラ仕様に、キラキラ仕様に、こういう感じで。邪魔だな。邪魔だな。でほら、ここ日差しがね、日当たりが悪いところとか、こういうキラキラ仕様で、反射を使って、でクリップもついてますんで、いろんなことができるっていうね。はい、はい、まあ、この説明はちょっとだから、いくらか買っていただいた方は東樹園の昼間さんの木を買ってくれた人にプレゼントみたいな。そうですね、でそれも言っていただかないと、多分当日わちゃわちゃしてるんで、はい、あの会見の方気づかない場合があると思うんで、また後で宣伝しますか。またアナウンスします。はい、またアナウンスします。前回ちょっと決めなくちゃいけないですね。そんだけ木を出してくれるってことですね、今回は。あ、今回はそうですね、いっぱいと言いながらも早速なんか買ってましたね。買いたい木がいくらかわかんないですけど、いくらかわかんないけど、もうすでに欲しいって、抜けない。あの支払うべきお金は全部払い終わったので、おめでとうございます。ありがとうございます。完成。綺麗な体になりました。お、抜けた。はい。まずプレゼント。いらなそう。動画用の。いらなそう。分かれるかなっていう気がちょっと心配してますけど、分かれなかったらもうアウトですね、切るしかないですよね。そうですよね、完全飲み込んじゃってますもんね。ああダメだ。ということはやっぱりここにアルミ線がちょっと見えてるんで、一回切っちゃいますね。はい、そっち、ここ切れない。あ、抜けた。ここは抜けたけど、下から抜けるかどうかな。
これ見て真似しようともならない。重要な。こんなとこまでほっといちゃいけないっていう話ですよね。ちょっと崩してからしましょうか。はい、まあ、もみじの方は根は多少アート削っちゃっても、うん、でもなんか面白いですよ、この根が。心拍が山木ならちょっと根が気になります。そうなんですよね。だから心拍の根を守りながらもみじを剥がすというのが今日のコツですね。皆さんもぜひお家でね、もしこういう木を見つけたらね、ね、試してほしい。あ、でも良かったです。もっと砂利かと思ったんで。15分ほど、それで格闘してますが、微動だにしません。しません。ここに心拍っぽいものが出てきたんですけど、じゃあ心拍の、ね、どこにあるのって話なんですよね。まだまだ。まだまだ。掘り進めないと。時間かかりますんで。はい。お待ちください。お待ちください。テコの原理を使って。はい。全然動かない。すごい、すごいいいですよね。寄せ植えです。取れないです。こういうのもやるんだ。これはもう、だけどね、こういったことで苦しんでる人いっぱいいるんだよ。あ、そうなんですか。うん、はいはい、どうしたらいいだろう。あ、まさしくそうなんです、今日は。そうでしょ。需要もあるみたいです。需要あるみたいです。本当、くっついちゃったかもしれない。本当に。びくともしない。だってこれ根がほら、ここ全部、ここ取れてるんですよ、これ。そうですね。ね、これ根が取れてて、こっちも取れてるのに。もみじの根は全部外れてるはずだと。うん、まあ、ここ、そうですね、ここの先ぐらいだからな。ここまでね、取れてるのに。取れてるのに。へぇ、ほんとくっついちゃったかもしれない。それかもう切っちゃうかですね、ここね。そうですね。なんか確かにここ。これこれあれかな、もみじの根が来ちゃってるのかな、こっちに。そんな感じですよね、うん、あ、これもみじの根かもしれない。すげえ絡みついてる。絡みついちゃってね。え、いやこれ、そうだな、もみじの根っぽいですね。根が噛んでますね。うん、根っぽいですね。お、ミシミシ言いやさ。お、行くか行くか。行かない。あ、すごいな。お、お、お、行くか。お、お、離れた。剥がれる瞬間がね。そうですね。ミリ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 って。一番の見せ場ですか。見せ場ですよね、今日のね。お。そこの下の。うん、この辺がちょっと、うん、これ切らないといけない。あ、こっちまでぐるっと回ってるな、これ。一回もう切っちゃうか。あ、切った。お、そうだ。あ、動いてますね。ねえ、これ動いてる。お、いきそう。ポキッと折れたりしてね、もみじ。なんかまだまだ、まだまだまだ動くんですけどね。動きますけどね。ここに太い根を発見して、こいつを、これは多分もみじの根なんで、お、動いた。動きましたね。行く。行きます。あ、まだ行かない。これ。まだ行かない。まだ今の根が、あ、パキッいった。でもパキッていったってことは、うん、まあ根が切れたんですよね。うん、皆さんもこんな風にならないように。でこの状態で買ったんですもんね。そうそうそう、知ってて買ったんです。ここに一本ある。こいつを、うんうん、捕らえた。捕らえた。切れない。あ、行きそう行きそう。おお、行きそうですね。お、来た。あ、来た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 。こいつを切れれば、ついについに別れの日が、長き戦いに終止符が打たれようとしています。ええ、はい、もうすぐです。もうすぐです。感動のラストまで。いやー、来た。おー、これだ。来ました、来ました。あー、おめでとうございます。でも結構いいですね、この粘りが。粘りがいいですね。ちょっと水つけましょう。はい、こんな感じです。ちょっと裏を少し処理しちゃいましたかね。でも心拍の皮ついてます。ああ、本当だ、これね。癒着はしてなかった。ああ、癒着はしてない。ああ、でも巻き込もうとしてたんですね。
すごいですね。こいつが、こいつが教授だったやつですね。だけど、いいじゃないですかね、これね。うん、次したらね、うん、ね、下の方、それだけ使えますね。そうそうそう。あと、鉢に入るかどうかですね。うん、入らなそう。入らないか。全然入らない。全然入らない。全然入らないですね。素材で買うだろう、これ、土鉢でいい気がしますけどね。土鉢でね。さっき提供した土鉢のまた回収したかったのに。あれ、ホースでやると、なんかプロっぽいですよね。簡単で。ああ、シャ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 って、ね。シャ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 。分けてメーカーに立ってるだけなんで。でもこれ葉っぱちっちゃいですね、これね。葉っぱちっちゃいですね。うん、意外と。大きくなるんじゃないですか、ここから。なるのかな、でも。まあ、でもちっちゃいな。ちっちゃい葉っぱですよ、これ。こんだけでかくてね。うん、なんかちょっとあるんですかね。結構いいやつかもしれないですよ、これ。とりあえず植え替え終わりです。はい。お祭りで2500円。はい。はい。素材としてはめちゃめちゃいいと思います。そうですね。面白いと思う。多少のいいボビーズだと思いますね。はい。それバッチついてくるんですか。え？それバッチついてくるんですか。2500円。バッチ、あ、バッチつきます。2000円どうしようか。2000円以上にしましょうか。そうですね。はい。バッチは2000円以上で お買い上げいただいた方に。大体2000円以上ですよね。いや、大体そうですよね。うん、入るかな。全然こっち構想出てないから、うん、うん、どうなるかわかんない。これはもう本当に植えるだけ？うん、これも植えるだけ。あとはだからちょっと精子、あの枯れてる枝取っちゃうんで、うんうん、それを取りますか。そうですね。はい。あ、シャリあるんだ。ん？ありました？シャリじゃないですか、それ。わかんない。ちょっとだから磨いてみようかなと思って。はいはい、それではちょっと枯れた枝を取りましょうか。はい。はい、ここは枯れ枝ですね。枯れ枝取って磨いたら、そうですね。見違えるかもしれない。見違えるかもしれないですね。では、少々お待ちください。少々お待ちください。とりあえず枯れ枝は全部取りましたので、はい、ちょっとね、幹をまともに見たことがなかったので、なんか、まあでも足元から面白い曲がいっぱい、あ、シャリになってる。シャリですよね、そこ。確かに、ここシャリになってますね。うん、いや、巻きなのかねって、本当にね、うん。ちょっとじゃあ幹を磨いて、はい、え、見ましょう。はい！え？電話だそうです。電話かかってきた。で？磨いています。はい、磨いたら、ちょっと中断しました。結構長かったですね。長い、ええ。70数歳の元気な女性から。何だったんですか？うん、なんか木を私ね、受け継いでもらいたいって。多いですね、ヒルマさん。多いです。なんか、優しそうな方だったんでっていう。でもまあ、残念ながらお断りしたんですけど、はいはい、あの、お話ししたら、もっと好きになっちゃったらしいです。70。再婚したら。再婚したら。まあ、ちょっとさつきだったんでね。そうですね。はい。で、多分大きな木だと思うんですね。どうですか？うん、相当やっぱり年数経ってんなって気がしますね。うん、そうですね。うん、皮が厚いというか、うん、はい。いや、巻きですか。うん、濃いですけどね。足元が面白そうなとこが出てきてるんですけど、足元まっすぐなとこもあるんで、あ、シャリが、うん、あの自然のシャリが、あ、こんな風にしてできてくんだって。多分、まあ、この辺もそうですよね。この辺もちょっとやっぱり硬いところと柔らかいところがあって、柔らかいところをこう削ってこういうやっぱり自然っぽいシャリができて、これも今削ったんですけどね、あの掃除したんですけど、ああなるほどなーって、こんな感じでね、自然にこうやってできてくるんですね。うん、できてくるんですね。こういうね、ちょっと変わってますよね、うん、このやつとか。あと結構こういう穴が開いたりとか、やっぱり虫食われたりなんかしてね、こういうシャリってできてくるんだなーっていうのが勉強になりましたね。はい、じゃあちょっと植え付け、はい、しましょう。ちょっと樹形放送はもうちょっと今はよくわかんないですけど、大きい土に地底積みですね。はい、はい、パラパラパラと桐生と日向を入れます。4割ぐらいですかね。小玉土が 6ですかね。6とかね、 5.5 ぐらいでもいいかもしれないですね。ヒューガーで、まあ、まだペペアの話になっちゃうけど、
中性の方にちょっと引っ張るってことですよね、はい、ああそうか、キリュウも入れとこうかな。キリュウマシマシ日向土トッピングで、はい、はい、そこは水はけのいい、そうですね、土壌にして、ええ、酸性に傾けないようにっていうことですね。そうですね、はい、ペーハーの話もあるけど、やっぱり水はけがいい方がいいん で割合とかそういうものはもう住んでる地域によっても違うんで、そうですね、そう最近だからカンちゃんとも話したんですけど、水はけのいい土にするのがで水をいっぱいあげるのがいいということですね。ああそれで水苔ちょっとね調べてたら結構強酸なんですね。今日ペーハーの話ばっかりになっちゃうけど 4.5 から、ね、5ぐらい、要は3近い、ね、酸性なんですね水苔ってだから本当はあんまり心拍に良くないのかなとかねちょっと思っちゃいましたね。さあじゃあちょっと一応水やりをして、はい、はい、ということで植え替え終わりまして、はいはい、もうちょっとあの向こうへ越したかったんですけどもう根がせり上がっちゃってるんで、はいはい、こんな感じですけど、まあ将来頭今こっち来てるんで、まあ、気づくような話になっちゃってますけど、はい、頭はやっぱりこっちに最後振ってですね、はい、この辺で差し枝使って作って裏枝とこれにちょこっと作っていくようかなって、うん、ふわっと流れる感じですね。そうですね、一回こっち行くんですけど最後ちょっとやっぱこっちに返したいような感じになると思いますので、うん、なかなか、そうですね、一応それをイメージして植え付けた、うん、で意外には意外ですけどこういうところのシャリがねあの出てきたっていう、うん、あやっぱり山木だったんだなっていうのが分かりましたね。ということで、今日はもみじそ、もみじそ、もみじ持ってくるか、うん、今日はもみじと心拍、もし一緒に植わってるような木があったらどうするか、分けるっていうだけな話なんですけどそれらしく喋ってますけど、はい、そんな風に、まあ土壌が違うしね、うん、やっぱりさっきやってみて分かりましたけどもう食い込みっていうか飲み込みそうなね、そうですね、勢いであの絡み合ってましたんでやっぱり分けてよかったなというところですね、はい、まあ、価値もね、うん、こっちの方がありますよね。そうですね、うん、これはこれ単独でね見れるんで、はい、はい、ぜひお祭りで、こっちは販売、こっちは売らないよね、こっちは大事にします、うん、こっちが欲しくて、まあ、買った木なんで、うん、あれば、はい、ということでそういう木を見たらやってみてください、はい、これが動画がいいねという人はいいねボタンと、チャンネル登録を、チャンネル登録、はい、よろしくお願いします。はい、バッチもね、はい、お楽しみに、はい、お楽しみにいうことです、はい、2000円以上で言ってください、はい、はい、ありがとうございました。この盆栽 Q T シャツ、あ、盆栽 Q T シャツ、はい、今年も販売中ですので、予約受付中です、受付中ですね、はい、もういらっしゃるんですか。昨日募集し始めて、うん、今10個ぐらい、ああ、今予約いただいてます、はいはいはい、なので1日10個じゃあ10個ずつ目安。お祭りまでなくなっちゃうじゃないですか。そうですね。まあね、その方が僕的には楽です。まあ発送は大変ですけど、はい、余ってる T シャツとか、まあ、エプロンもまだちょっとあるんで、うんうんうん、その辺とかもお祭りで販売しますので、うん、はい、はい、ぜひ。あの県外のやつですよね。県外のやつです。はい、今さん何色がいいですか。もらえるんですか。一個だけですよ。濃いピンク。濃いピンクとかない。薄いピンクあります。ピンク。でもちょっとねくすんだ感じで僕でも着れる。ああ、ちょっとそれがいいかもしれないですね。わかりました。若者風にね。そうですね。若いですから。若いですから。Z 世代ですから。Z 世代じゃないでしょ。一週前の Z だって。Z 世代ですから、ね。